ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2023年12月21日、二次三次公式が、23日からの二次フェスイベントの2日前というタイミングで、突然、整理券抽選実施を発表。参加予定の一部ユーザーから、困惑や怒りの声が寄せられています。2日前。何年経っても大学サークルだな。参加予定者の声の一部を読み上げます。絶対当たらんやん。マジか。当たらんかったらどうしよう。個人の講義終わって飛んでくから受付時間に間に合わないよ。急いで行って並ぼうと思ってた。泣きそう。それはどうなの。さすがに言うの遅くないか。デイ1のミュージックガーデンを楽しみに行くのですが、2日前に。これはどうなのでしょうか。さすがに連絡が遅いです。え、これガーデンステージみたいが、ために行くんだけど当たらなかったら、星の勇姿を見れないままってこと。初日の2日前にこれ言うの、本当に信じられない。整列開始の6時から11時間持蔵する覚悟で、準備もして全泊するから、ホテルも取って、このために行くのに、ほぼ確実に見られるはずだったものが、見られなくなる可能性が出たことが、本当に無理。ありえない。なんで、最初から全ステージ整理券にしないの？対象ステージ以外の人は、結局、ステージ終わるまで、展示もフード系も物販も行けないのやばすぎるでしょ。去年もだった。けど、今年も、運営のやり方が、ごてごてな上に下手すぎる。アーカイブに残りますとか、広報立ち見は、抽選じゃないとか各所貼って回ってる人いるけど、全然、そういうことじゃないっていうことわからないのかな。アーカイブ残るから何？外れても後ろで見れるから何？その時、その一瞬を目の前で見るために、朝から何時間も持蔵する覚悟してたんだろうが。え？なぜ、入場券購入する前に言ってくれなかったんですか？座席当たらなかったらと考えたら、あったかい家で安定したネット環境で見られたのに、と思ってしまうじゃないですか。とまあ、こんな感じです。なんで去年もやってたのに、その時にノウハウ蓄積できんかったんや？ライバーが同じ失敗を繰り返すことを何度となく批判してきたけど、エミカラ君はそれにも増して、ひどいね。ひょっとして去年いた社員は全員辞めちゃったからノウハウどころじゃないの？そんなわけないよね。正直意味がわからないよ。同じ失敗を繰り返す理由、学べない理由が、どこにあるのか見当もつきませんが、いい加減改善していってもらいたいですね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。